株式会社ドミイーは、愛知県の三河地方を中心に、スーパーマーケットチェーンを展開している小売業者。本社所在地は、愛知県岡崎市太平町で、同所に、食品加工、物流センターを併設する。都度店小坂井店1913年5月20日に、愛知県初郡西町魚町に、井桁や、有吉近ちは五福店を創業したのが始まりである。 九百四十一年六月に株式会社有吉五福店を設立して法人化し、九百六十二年十一月に医療品スーパーに業態を変更後、九百六十六年七月に株式会社有吉に社名変更を行った。九百八十六年に食品スーパーのドミーフーズ常知店を開店、翌年九百八十七年に株式会社、 ドミーフーズを九州合併して総合スーパーに業態を変更した。1989年3月にはコーポレートアイデンティティの一環として株式会社ドミーに社名を変更した。1992年6月末に名古屋証券取引所2部に上場し、翌年の1993年には安定株主の確保と取引先との関係強化を兼ねて、 株式を保有する取引先236社を集めたドミー会を設立して同年9月30日に第1回の総会を開催した集客力の低下した場所に立地している旧店舗を閉鎖して集客力のある立地への店舗を置き換えるスクラップビルドに積極的に取り組んでいるまた近隣型ショッピングセンターの展開や1996年11月15日に 岡崎市に開業したショッピングモール、レスパのようにカテゴリーキラーと呼ばれる大型専門店を集めたパワーセンター方式のショッピングセンターの出店も手掛けている。1993年にはドミナントエリア構想などを打ち出し、出店地域を限定して出店するドミナント戦略による地域密着の戦略を推進している。1997年3月20日に 豊橋市にドミー渡し地点を開店したのを皮切りに、同年6月6日に豊橋市に上野店を開設して、本拠地の西三河に隣接する東三河地区へ出店地域の拡大を図った。地域密着の戦略を徹底するため、愛知県東部の三河地方を中心とする出店地域を創業の地である西尾市に壁南市と高浜市、 はずぐ山町を加えた西三河南部地域を統括する第一地区、豊田市と刈谷市、安城市、知竜市などの西三河北部、西部地域と隣接する千下地方地区や愛知群を統括する第二地区、現在の本社のある岡崎市を管轄する第三地区、豊橋市を中心とする東三河地区を管轄する第四地区の四つの地域に分けて各地区に地区長を置いて、 地区限定の独自施策を打ち出せるようにしている。1995年7月25日に、岡崎市の東名高速道路、岡崎インターチェンジに近い岡崎市太平町に、岡崎食品加工センターを竣工して、同年8月25日に本格稼働させて、生肉や水産品の加工のほか生花や寿司、刺身などを含めた惣菜まで集中的に処理を行っている。 さらに、岡崎食品加工センター以外にも、物流を担うセンターの設置を進め、2017年4月には、岡崎市内のレスパ内に、ドミーデリカ惣菜センターを新設した。これにより、合計4拠点として、集中出店した各店舗に1時間以内で、配送する体制を整えるなど、ドミナント方式での集中出店戦略を支える、食品加工。 配送の集約化と合理化を進めている。食品加工センター、配送センターの活用により、店舗における作業場などのバックヤードを減らすことが可能となった。店舗の面積に占める売り場の比率を従来の約60%から約85%に引き上げたり、完全な空調に加えて冷蔵施設や排水設備が必要となる。 食品スーパー部門と空調のみが必要な医療、雑貨などの売り場の入る建物を分離することで、設備投資を抑制するなど、店舗運営の合理化による経費削減にも取り組んでいる。地場野菜売り場や地場の魚にもこだわる、直営の鮮魚専門店、魚、家事を展開するなど、鮮度の良い地元食材の販売に力を入れている。食品加工センターを活用した。 自社加工のチルド干物は人気商品となっている。少子高齢化社会に対応して少量パック化や野菜のバラ売りなどの少量商品の販売強化も進めている。地産地消及び地域密着推進の重要な一環として地元産の農畜産物を販売促進するいいじゃん三河フェアを年3回行っているほか、 日常的な農産品の販売においても地元の JA との協力を強く推進している。とりわけ JA 愛知三河との関係が深い。近年は食品スーパーの出店を中核としているが、1997年5月期決算では売上高に占める食料品の割合は約61.8%とそれほど高くなく、百八十九年九月十二日に 開業した西尾社を店や1997年9月12日に、開業したはずぐん一式町の一式店、1999年3月12日に、開業した壁南市の新川店2004年3月12日に、開業した岡崎市の美豪店、2007年9月27日に、他社の犬木で開業したはずぐんキラ町のキラ店と、医療品や雑貨なども扱う総合スーパー的な、 品揃ぞろえの店舗の出店も続けていた。しかし、食品特化の路線を推し進めたこともあり、2008年5月期決算には、売上高約297.15億円のうち、食料品が約264.69億円と、約90%近くを占めるところまで、食品特化が進んだ。1994年9月23日に、 ドミースーパーセンター治療店を開業したのを皮切りに、1996年11月15日には、スーパーセンター岡崎若松店を開業するなど、スーパーセンターと称する低価格型の業態の出店も行っている。一部の店舗では、成城石井の独自開発商品を取り扱っており、競合他社との差別化を図っている。2012年5月期に不採算となっていた。 医療品の取り扱いを縮小して、実用医療に絞り込むなど、商品の取り扱い範囲の見直しを進めるとともに、新規出店や改装を行い、2012年5月期まで10期連続の増収となった。どこよりもドミーの CM、店内ソング、生活防衛価格の値札で知られる。平成15年5月期以降赤字がなく堅実な。 経営を続けていたが、平成30年1月9日に店舗にかかる固定資産の減損処理方法に関し、その前提となる事実に精査を要する事項の存在が判明との発表がされた。その後、弁護士等からなる第三者委員会を設置するも、2月26日が提出期限であった第二四半期決算報告書が提出できず、この提出遅延を理由として、 名古屋証券取引所から2月26日に上場廃止決定がなされ、3月27日に上場廃止となった。第三者委員会の中間報告書によると、複数の赤字店舗についての減損処理を回避する目的で事業部レベルで行った当該店舗への不正な利益配分が確認されている。赤字回避の粉飾決算の一種ではあるが、 財務書表では確認できない。第三者委員会の最終報告書は平成30年4月27日に公表された。報告書では上場廃止に至る原因となった不適切な会計処理の内容が詳細にわたって記されるとともに、全社的な組織及び内部統制の問題や役員及び社員の企業コンプライアンスに対する意識の 不十分さなどが不適切な会計処理の原因として指摘され、再発防止策が提言されている。同年5月15日付で会計監査人であったへ新日本有限責任監査法人との監査契約が解除され、監査法人ハイビスカスが一時会計監査人に選任された。同年5月28日には報告書の提言に沿った形で再発防止策が公表された。 また、同日、当時の代表取締役会長、専務取締役及び常務取締役が、隕石辞任すること、並びに6月1日付で、組織変更を行い、新たに管理本部を設置するとともに、大規模な人事異動を行うことが発表された。同年8月29日開催の株主総会において、遅延していた決算発表が行われるとともに、 か年度に遡って、決算内容が訂正された。累計で15億円規模の減損処理が行われることになったが、債務超過にまでは至らなかった。信頼回復が急務になっている。なお、上場廃止後も株主優待は継続されている。店舗出店の方針は、岡崎市の東名高速道路、岡崎インターチェンジ近くにある同社の食品加工。 物流センターから車で1時間圏内の地域の人口2万5000から3万人の証券に毎年1から2店舗の割合で出店していくドミナント方式10年後をめどに50店舗を目指すドミナントエリア構想などを打ち出して出店地域を限定して出店するドミナント戦略による地域密着の戦略を推進しているこの地域密着の戦略を徹底するため 愛知県東部の三河地方を中心とする出展地域を創業の地である西尾市に壁南市と高浜市、発群山町を加えた西三河南部地域を統括する第一地区、豊田市と刈谷市、安城市、知竜市などの西三河北部、西部地域と隣接する千下地方地区や愛知群を統括する第二地区、現在の本社のある岡崎市を管轄する第三地区、 豊橋市を中心とする東三河地区を管轄する第四地区の四つの地域に分けて各地区に地区長を置いて地区限定の独自施策を打ち出せるようにしている古い店舗の閉鎖にも積極的に取り組み前身の有吉時代からあった名古屋市緑区有松や瀬戸市の店舗は閉鎖して同地区からは撤退している店舗の規模は 売り場面積1500平方メートル程度で毎日買い物に来るスーパーマーケットと売り場面積2000平方メートル以上で日用品や衣料品などを揃えた週1から2回ほど来店を想定したスーパースーパーマーケットの2種類を軸に出店している。食品スーパー業態以外にも地流店や岡崎、若松店のようなスーパーセンターと称する店舗も出店している。 また、他業種とともに出店するネイバーフットショッピングセンターの出店も行っており、グループ会社の岡崎商業開発が運営するレスパや山中とともに出店している新安城商業開発の運営するアンリショッピングセンターなどがある。2008年6月から同じ東海地区に本拠地とする青木スーパー、牛虎、富田屋、名古富士屋、バローとともに 食育キャラバン隊の活動を開始している。身近な日常生活の向上を願い、自流に流されず独創性にあふれた事業戦略を展開。快適な生活提案を通して新たな価値を生み出すこと。よりワいワイ U を表している。ありがとうございます。